アブラームパパドプウロスは、オーストラリアメルボルン出身のギリシャ人、サッカー選手。元ギリシャ代表で、オーストラリア国籍も取得している。ポジションはディフェンダー。2003年に、アリス・テッサロニキでキャリアをスタートさせ、2008年7月4日、オリンピアコス FC に移籍。同クラブでは4連覇を含む5回のリーグ優勝に、貢献するなど活躍したが、2012年6月に、 左膝十字人体断裂の大けがを負って、以降はキャリアが降下傾向にあった。トラブゾンスポールクラブ所属時には、バヒド・ハリル・ホジッチの下でプレー。2015年に、上海進化に移籍したが、クラブは、同オフに、フレディ・グアリンらを、爆い。外国人枠が不足したため、翌年2月19日をもって、契約解除となった。2016年5月18日、 アジア枠でジュビロ岩田に加入することが発表された。6月18日に行われた J1 リーグファーストステージ第16節湘南ベルマーレ戦で J リーグデビューし8月24日に行われた J1 リーグセカンドステージ第10節アビスパ福岡戦で来日初ゴールを決めた。シーズン終了後に半年で岩田を退団することが発表された。2008年に ギリシャ代表デビューを果たし、通算37試合出場。2010FIFA ワールドカップのメンバーにも選ばれた。ありがとうございます。